17世紀、それは芸術や文化の最も隆盛だった時代、歴史上最も優れた職人技が生まれ、貴重な財宝の数々が城に隠されていた。それは帝国時代と呼ばれていた。その後、戦争が始まり、いくつかの部族は滅亡してしまった。しかし、最も残念なことは、財宝の行方が分からなくなってしまった。帝国時代に失われてしまった。